こんにちは。朝日うららチャンネルへようこそ。今回の企画は朝日うららチャンネル恒例、ポケモン道具泥棒大作戦やってくよ。このチャンネル、道具集めばかりやってますもんね。今回は手に入りにくいレアなアイテムを無限入手する方法を一挙にご紹介したいと思います。まず準備から。禁止にした複眼持ちポケモンと、鬼通しと泥棒を合わせ持ったポケモンを用意するんですよね。このパターン動画で紹介されすぎてさすがに覚えました。でも今回はそのポケモンもパワーアップさせてお送りするわ。まずは複眼持ちポケモンからね。今まで私はコンパンを使ってたんだけど、今回からはこの七人さんを複眼持ちエースとして迎えようと思います。コンパンと何が違うんでしょうか？よくぜ聞いてくれました。コンパンや他の複眼持ちポケモンとの大きな違い、実体重技があるかどうかよ。実体重技とは自分から進んで瀕死になってくれる技のことです。なんか言い方悪意あるな。この七人さんには命がけという大技を卵の遺伝技として覚えます。自分の残り HP 分を相手に負わせる代わりに自分が瀕死になる技ですね。ということで七人さんに命がけを覚えさせる遺伝経路だけどありません。え？半分は冗談です。正確にはレベルアップで覚えるポケモンが遺伝経路に存在しないのよね。まあつまり強引に地下大洞窟で捕まえて命がけを覚えている七人を当てるしかないのよね。まあ出やすくするために地面タイプの出現確率をアップさせるのをおすすめするわ。鬼通しポケモンはジュペッタで十分よ。一応ジュペッタの生息地を聞かれたので参考までに、夜にサバイバルエリアの横で捕まえるのが早いと思います。地下大洞窟の方がレベルは高いですけどね。じゃあ早速道具集めていきましょうか。まず1個目は王者の印よ。王者の印は先制で攻撃した際のヒルミ率を上げる効果があるわ。スキルリンクパルチェンとかが使ってましたね。あとニョロゾウニョロトノにヤドンをヤドキングに交換進化させるアイテムでもあるわ。ターゲットはニョロゾウね。ニョロゾウはリゾートエリアの北側に位置する228番道路の水辺に生息しているわ。ひたすらエンカウントするんですね。砂嵐が吹いてるので甘い香りが使えないのはネックですね。結構出現するので苦ではないです。お次は深海の牙よ。パールをハンテールに進化させるアイテムですね。これはキバニアが持ってます。なるべくアップタイプの出現率を上げて水系のエリアに入ると比較的多く出現します。これも石像の確率操作さえできれば結構出現するので苦ではないです。お次は深海の鱗と竜の鱗。深海の鱗はパールを桜ビスに、竜の鱗はシードラをキングドラにするやつですね。ターゲットはそれぞれ深海の鱗はGランス、竜の鱗はシードラが持っていて、そいつらはここで釣りをするとゲットできますよ。Gランスはシードラよりも出ないから深海の鱗は根気が必要です。案外あっさりゲットですね。はい、次は光の粉です。技が当たらなくなるようになるアイテムですね。これはイルミーゼ、バルビートが持ってます。虫タイプの出現率を上げて、星影の大空洞に行きましょう。カンナギから入るでかいところですね。最後はパール限定でマグマブースターよ。これはブディが持っているわね。タイトなるダイヤモンド限定のエレキブースターもエレキットから入手できるわ。ブディは火山系のところにいます。このエリアは炎タイプの出現率を上げても、いろんな炎タイプがいるので、出現はかなり渋いです。しかも体感持ってないことの方が多いし、でかいポケモンも多いのでかなりの根気がいると思います。これ1個取るの20分くらいかかったね。いかがだったかしら？今回は野生ポケモンから取れるレアアイテムを紹介しました。これで図鑑埋め合い育成に役に立ちますね。まだ紹介しきれていないのもたくさんあるから、いつかまた動画で紹介するわ。また、このチャンネルの他の動画も見てあげてください。交換会もまたやる予定なので、チャンネル登録や Twitter フォローもよろしくです。ご視聴ありがとうございました。